レイとユダの戦い。うん。で、こう、ユダがですね、レイに対してこうね、主刀というか、月を、放っていくんですけど、それをこう、片手でレイはね、跳ねのけて、で、肘でこうね、ユダの顔面にこう、ボンってね、攻撃する。うん。このシーンはちょっとかっこよかったですね。そうですね。一周するという形でね、それでこう、ユダはひざまずくんですよ。そしてね、何がお前をこれほどまでにということで、こう、ユダがちょっとびっくりする。うん。で、これに対して、レイがですね、ね、愛を知らぬお前には決してわかるまいと。うん。そしてね、ユダに対して、ね、ユダは化粧が好きなんでね、その血で化粧せえと、ユダよと。うん。お前の血で化粧しよう。己の血で化粧すればいいというようなことを話しながら、うん。この戦いは続いていく形になってですね、はい。で、こう、もう、ちょっと、レイがね、優勢に戦いは進んでいってます。そして、ユダをね、こう、見下ろすかのようにですね、貴様もこれで終わりだと、いうようなことを言って、ユダどうすんじゃと思ったらですね、こう、笑いながら、うん、俺に勝ったつもりかと、愚かもんっていう形でですね、なんか秘策を、実はユダは、何かあると。星のユダやからね。そうです。で、こうね、誰も俺を倒せぬ、ね、犠牲を持つお前でも、レイというような形でですね、戦いは進んでいって、ここでケンシロウがね、やはり、ケンシロウはこう、やはりこう、察しがいいと言いましょうか。うん、ね、こう、時に対してね、奴は何か目論んでるなというような、こうね、冷静な、この分析力。はい。で、こう、何の気楽も持たずにここへ来たと思ったか、というような形でユダはね、レイにこう、発言します。そこで何っていう形で、ゴーとね、こう、音がする。うん。なんかあったんかと思ったら、これは何があったんでしたっけ？ダムを爆破したね。この村は結構水が豊富で、うん、マミヤの村ね。うん。最初にマミヤが登場した時も、荒野のような世界で、マミヤの村は、こう、花が咲いていた。水が豊富で花が咲いていたっていう。そうなんですね。うん。この地というのは割と水がね、このね、廃墟した世界の中でも水がいっぱいあるというようなことだったんですけれども、この水をですね、まあそれをちょっとこうね、ダムになっているような形状の形のものをこう、実は部下たちにね、その、ダムというか水を止めているところを破壊して、水を流せということなんですね、これは。ね、この村の豊富な水を逆に利用してやったのよというような形で、ね、ダムを爆破したのかというようなところでこう物語は進んでいきます。はい。しかもなんとここの砂地はですね、水を吸うと流砂と化し人を飲み込むというようなね、そういったちょっと特殊な地形になってますと。で、これは何の、それをすることが目的かと言いますと、ね、なんと水中剣っていうのは、奥義はその華麗な足の動きにある。そうね。飛んで、華麗な技を繰り出すのがなんと水中剣。要するに例の生命線っていうのはこの足なんですよね。この足でこう華麗な技、死闘とかを繰り出す。まあ、要はその、例のね、この足を、要は水とその砂が一体化してこう飲み込まれていくということで、フットワークが効かへんするということですね。ね、その下半身の動きを封じられた今、貴様はね、羽を曲がれた、まさに水鳥であると。こういった形で戦いは進んでいきます。はい。そしてこれを遠巻きに見てる、ふひひひひ、今頃はあの村も水浸しというようなことでですね、ユダ様は本当に頭の良いお方だと、あの城壁に囲まれた村の地形や地質など全て計算済みであるというようなことをこう解析し、透明で解析しているこの、人物は何なんでしょう、これは。これは、ユダの手下の、コマクという、ちっちゃいおっさん。ちょっとサングラスかけて、ね、なんかの映画で出てきたような顔をこれは鼓膜という人物。しかもこの鼓膜、こいつは効くぜという形でですね、なんか毒をね、流そうとしてます。はい。で、そこで、はっと気づくわけですね。その毒を流そうとしたときに、その水がこう流れて、ダムが破壊されて水が流れているこの現場にこう、毒を流そうとしているところに現れたのが、そうなんですね。はい。ケンジロウ現れました。はい。移動スピード早いです、ケンジロウは。はい。ありがとうございました。